藤田小四郎元治2年2月23日は、江戸時代末期の水戸藩士。水戸天狗党の資料閣、増14位。日立国茨城郡水戸で当時水戸藩主、徳川斉昭の側要人であった、藤田東湖の4男として生まれる。名は、真、字は、孤立。東海を雅号とし、一時期小野院男と変えたこともある。母は、東湖の妾であった、時咲。2歳の時、母咲が暇を出され、藤田家を出る。原因は、東照宮の例祭で咲が妾でありながら、正妻の里子と同じ帯を仕立てて出席したことによる。これは身分をわきまえない、不作法な振る舞いであると、世間から認がめられ、夫である東湖も批判の対象となったことから、家内の混乱を心配した里子により放逐されたものである。小四郎には2人の兄がいたが、小四郎は兄弟の中で最も才能があり活発であったと言われる。父、東湖の影響を受け、尊老攘夷思想を掲げて活動するようになる。安政2年、安政の大地震により父を失う。この頃から、弘道館館長の原一之進に師事する。文久3年3月、藩主、徳川義敦の上洛に随従。京都では、長州藩士の桂小五郎。草加玄瑞をはじめとする志士と交流したほか、公家に修撰活動を行う。これによりさらに、尊老攘夷の思想を深くし、水戸藩過激派の主領格として台頭する。同年5月、将軍後見職、一橋慶喜に従って、江戸に下る。同年8月18日の政変により、長州藩勢力が京都から一掃され、急進的尊攘派は衰退した。一方で、孝明天皇の攘夷の意思は変わらず、幕府に対して、横浜港鎖港の早期実行を要求した。これを受けて幕府は、鎖港交渉を開始したものの、首脳部内の意見対立も相まって、交渉は遅々として進まなかった。元治元年3月27日、小四郎は、即時鎖港の要求、支援のため同志など60人余りと共に、筑波山にて挙兵するも失敗し、越前国新保にて、加賀藩に捕獲される。小四郎らは、二親相に監禁された後、加賀藩から幕府へ出された、処分寛大の嘆願も虚しく、元治2年2月23日敦賀の来迎寺にて、処刑された。享年24。なお、この来迎寺はもともと町人を処刑する場所であった。処刑後、小四郎の首は、武田耕雲斎らの首と共に、水戸に送られ、罪人としてさらされている。墓所は処刑場所となった福井県敦賀市松原町の来迎寺、及び茨城県水戸市松本町にある常磐共有墓地。時世の歌は後に、義烈回典百首発行に掲載されている。かねてよなし思い発にし、真心を今日お君に、泊まれて、嬉しい式。ありがとうございます。